はい、どうも、カクタスです。ご視聴ありがとうございます。本日月曜日ですね。11月15日。お知らせは、あまりありませんが。はい、ちょっと、こちらの、内容の確認と、あとはですね、ちょっといろいろと、サリナスの件ですね。まあ、ちょっといろいろ動画のコメントとかにも、ご意見いただいていたりしますので、ちょっとそのあたり、触れたいなと。はい。まあ、個人的な意見にはなりますけども、他のね、配信者の方もいろいろと、お話しされてますけども、ちょっと間違った視点になるかもしれませんけども、まあ、そのあたりも含めて、話していきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、お知らせの方で、スタインクライフォートの、ステップアップガチャ。はい、こちらは金曜日に、すでにね、お知らせの方来ておりましたけども、本日、15日月曜日16時から、11月22日月曜日15時59分までということで、はい、まあ、性能の方もね、すでに出ておりましたけども、はい、まず、チームスキーが力、海外5人以上で 22%、特技が渾身の一撃ということで、スタミナが多いほど必殺技威力が、アップする最大 20% と。で、メイン必殺技がブレイクショット、一人で打てますね。はい。で、サブ必殺技がダイナミックスライディング。こちらが、ドリコレのね、スタイン持っている方、まあ私もそうですけども、非常に気になるんじゃないかと思います。で、さらに、サブ必殺技にソニックパス。で、あとは A 技ですけども、花咲く第一の疾走があります。フォワードとオフェンシブミッドフィルダーができるというところでございます。まあ、ブライアン持ちでね、スタイン、片割れがいなくて、花咲く疾走の第一だったりとか、ツインウィンドミルが、打てなかったね、方にとっては、まあ、パーツとしては非常にいいんじゃないでしょうか。はい。絆が力属性3人以上いると全員のパラメータ 2.5% アップ。で、あとデバフですね。力属性3人以上いると相手チームのパラメータマイナス 3%。その他、勝利への思い、優勢時ということで、スコアが勝っているときパラメータがプラス 5%。スタミナ消費量減少。必殺技使用時のスタミナ消費量マイナス 15%。あと、ホットラインですね。ホットライン付与、スタイン。味方のブライアンは、スタインからのパスを切ると、受け取ると、次のコマンド選択時にパラメータプラス 5% ということで、まあ、ブライアンをね、強化させるというところが、非常にね、魅力的かなと思います。まあ、デバフデッキの方は、非常にいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、タックル欲しいのはね、はい。私も欲しいので、まあ、ちょっとハーフぐらいまでは引こうかなとは思ってます。はい。さて、夢玉交換所更新。お、夢玉交換所が更新。これってちょっと気になりますね。はい。で、あとは、リーグ画面の表示についてということで、不具合。15日の14時から11月19日金曜日13時59分の期間において、リーグページにて、昇降格に応じた階層アイコンや順位が正常に表示されないと。リーグアップデート前の最終的な階層を、順位についてはゲーム内で確認ができませんということです。はい。あとは、まあ、すでにね、出ているものですね。ショップ。イベントが開催しているわ。これはですね、ガチャの。無償版のガチャの方ですね。はい。で、あとは、夢玉交換所で、スタインのクライフターンと素早いパスカットか。まあ、要は再販ですね。ちょっとここは、新しいものは特段ないようですね。というところでございます。ではでは、戻りますね。はい。で、ガチャに関しては、スタインくんの、まあ、優勝のステップアップと、まあ、無償版というところで、それぞれ来ております。それではですね、じゃちょっと本当に個人的なところで、このサリナスくん問題について、少し触れてみたいなと思います。で、まずですね、まあ、昼間に、小僧さんの方で、フルマのね、動画がアップされておりまして、まあ、コメントが、いただいているようで、まあ、そこを拝見しております。で、あと、まあ、用語って言ったら変ですけども、まあ、それに対してのね、コメントバックというところも見ております。はい。で、まず、ここに関して、すごい個人的な部分
てまずはお話をさせていただくと、もともとはですね、まあ、動画見ていただいている方は、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、私自身はもともとキーパーが不足しておりまして、ずっとこのね、若林くん使ってましたけども、やっぱり最近結構ね、どんどんペナルティーエリア外とかでもバンバン抜かれてまして、先月までは本当にランクマとかもやってましたけども、非常に失点が多くて、まあここだけの原因ではないんでしょうけども、まあ取れるはずだろうというシュートが取れずにね、失点が多くて勝てずにいたので、まあそれなりに強いキーパーが出たら、特にフェス級のキーパーであれば、もう本当に取りに行こうと思ってましたので、まあそういった意味では、サリナス君は、まあ性能、まあ、もちろん気にはしますけども、まあ、そこそこの性能であればということで、最初から狙って、無事に取れたということで、取れてからはずっと使ってます。はい。なので、なんかこれをなんか楽しんでというか、というわけではなくて、純粋に本当に、欲しかったキーパーです。なので、使ってます。はい。というところがまず一つですね。だからもう自分にとってはもう待望のキーパー、ゲットできたということで、そこからもとにかくずっと使っているというところが事実としてあります。はい。で、そうですね。なかなかね、いろんな視点の方もね、お話もあると思うので、難しいところではあるんですけども、今回の一番の問題というのは、このゲームに限って言うと、フェスという期間が限られていて、その期間が終わった3日後ですかね、に突然、他のね、何の前触れもなく、修正しますと一言ありましたと。で、それが、まあなんだろう、やっぱりその期間限定販売しました。全部、期間が終了して、もう、ね、今のタイミングでは手に入りません。そのタイミングで買います。内容買います。で、これがいいと捉える、ね、その改善した内容が、自分にとってはこれはいいと思う方もいるし、いや、全くこれは、ね、違うって思う方もいると思うんですね。で、このサリナスに関しては、やっぱり突していないと、キャッチがね、で、技もそうですけども、ね、少ないので、うん、やっぱそこ封印効果がなくなると、キャッチ技が移植できないとか、突ができない、方にとっては、もう確実にマイナスだと思ってます。はい。で、自分の場合にはもう保つくん全部使いましたので、4突もしました。で、過去の、フェスのサリナスくんいたので、そこを食わせて、キャッチ技も移植できてるんで、まあそういった意味ではなんとか、なんだろうな。デメリットが少なくて、最小限で済んでるというところで、まず、まあ、その性能という話で言うと、まあ、そういったところがあるかと思っています。はい。で、本当にこの今回はタイミングっていうところが非常に問題なのと、あとは多分こう、ね、いろんな YouTube 配信されてる方もそうですし、多分、クレームというかね、いろんなご意見届いてるんだと思うんですね、運営側。で、そのお知らせが消えているっていうところが一つ問題だと思うんですよ。この中の、修正しましたの中には、サリナス君含んでるんですけども、こういう、なんだろう、小さい変更しますっていうのが消えてるんですよね。だからそこで、これ、なんだろう、隠蔽しようとしてるんじゃないかっていう意見があったりとか、あと過去のディスコードでサリナスの出るタイミングで紹介されている文章から、まあ、そこの、潜在スキルの文言が消えてるとかね。まあ、そういったところで、まあ、これは、やっぱりこう隠してるんじゃないか、隠蔽してるんじゃないか、という意見が、やっぱり出るのは、これごもっともだと思ってます。はい。で、一つはその性能に関して、まず取った人から見た場合に、いろいろとね、これが、いや、フォワードキラーついてよかったって思う方ももちろんいるし、逆に、なんで封印効果なくなったの？これ完全な詐欺じゃないかと思う方ももちろんいます。で、さらに、取っていない方の中にも、最初の性能を見て、あ、これはフォワードの地上シュートには弱いじゃん。じゃあ、取りません。っていう方もいるし、
途中まで引いたけども、まあそこまで思うでもないだろうなということで、途中でやめた方ももちろんいると思いますし、まあそこはね、天井まで行って引いてる人ももちろんいますし、なので、やっぱりその、なんだろう、途中まで引いたんだけども、結果違ってるんだったら、もっと引いたのにっていう方からのやっぱりご意見というところはあると思うんですよね。うん。なので、私もコメント、動画のコメントの方でもいろいろ書きましたけども、補填するとしたら、例えば、今このタイミングで急遽フェスをもう一回ね、同じ内容でやって、で、スカウトポイントは継続の状態で、まあ引くか引かないかは判断してくださいと。その無償玉を補填するのが変な話嫌なのであれば、そこの状態を作ればいいじゃないかなとも思っています。はい。もしくは、もう最悪次の、月末のフェスに、もう二つ、その超フェスみたいに二つ用意して、10月末の内容と、11月末の内容と、まあそこで、で、10月末の内容のものは、スカウトポイントはそのまま反映してありますとか、いう形に、まあ、しとくのであれば、まあ、そこはユーザーさんが選択できるんで、いや、それでも、やっぱりこれいらないよっていう人もいれば、あ、じゃあ、ね、続きからもうちょっとだから引こうっていう方もいると思ってます。はい。だそこはね、やり方次第だと思いますし、で、ここって、まあ、多分運営さんのあり方の問題で、やっぱりこれ仕事って何しててもそうだと思うんですけども、やっぱり、なんだろう、いいと思ってやってることだと思うんですよ、これ。タスクフォースチームとかね、いろいろあって、ユーザーさんの多分何らか意見があったんで、すぐに対応しましたと。すぐに対応したんで、こんなに、ね、スピード感持ってやったんだよっていうところの現れかもしれないと。それは、トライすることっていうのは、個人的には悪くないとは思ってます。はい。ただ、そこで、ユーザーさんの視点には立ってない対応でした。結果として良くなかったです。で、そこに対して、どうだろうな。まあ、何らかね、まあ、真摯にそこは対応すべきだと思うんですよ。うん、ミスは絶対あると思います。これはどんな人でも、どんな企業でも。で、そこに対して、逃げに入っちゃってるように見えるんですよね。じゃなくって、まあ、そこは潔くというか、まあ、こういう対応したんですけども、まあ、そこは例えばユーザーさんからいろんな意見が上がったので、そこでやっぱり反省して、まあ、補填の話かもしれないですし、それに代わる何かを用意するとか、ちょっとそこはね、わかんないですけども。うん。やっぱそこの、速さ、修正する速さがあるんだったら、こういうところに対応する素早さっていうのもあっていいんじゃないかなと。で、隠すんじゃなくって、そこはもう堂々と、こういう視点でやったんですけども、それがそぐわない形になってしまったので、というところで、やっぱり、まあ、お詫びなのかね、訂正するのか、いう対応は必要じゃないかなとは思います。はい。本当に個人的な、意見なんで、まあ、皆さんの思うところとは違う話かもしれないですけども、なんで、やってトライする。まあ、自分はもう本当に何でもやってみてトライして失敗していろいろ覚えて改善してっていう人間だったんで、こういうこう、ね、やってみるってところは全然悪くないと本当に思ってます。はい。ただそこを、隠すんじゃなくって、やっぱり何かある時、何かあった時は、本当にすぐにまず対応すべきだと思うんですよね。そこがやっぱ信用を取り戻せるかどうか。で、そこでやっぱりユーザーさんの意見に耳を傾けて、それを取り入れるかどうかっていうところで、やっぱりこう、ね、今後のあり方っていうところが、ユーザーから見ても変わってくるし、はい。というふうに思ってたりはします。これはね、芸能人のね、スキャンダルもそうですけども、やっぱり、何ヶ月か経ってお詫びしますだと、やっぱそこでまた叩かれるんですよね。時間経ってまたその話になったらそれはそれで叩かれる。隠れっぱなしだったらそれはそれで叩かれる。でも、多分早めに対応して、早めにお詫びして、で、何らかの誠意を見せる。説明をする。そうすると、
やっぱそこって見方が変わってくると思ってます。はい。ね、芸能人スキャンダルもそうでしょ。議員さんのね、無免許で当て逃げ、引き逃げ。あれもそうですけども、やっぱりそこの対応の速さってすごい大事ですよね。うん。もちろんそこの対応した時の、伝わり方とかも大事ですけども、まずやっぱり早めに動いてほしいな、隠さないでほしいなというところはもちろんあると思っております。はい。で、もう一つ非常に、本当に個人的になので、話がすり替わっていたら大変申し訳ないんですけども、自分はもう前々から、そのゲームバランスをもしね、破綻させるような、理由で今回こう、修正しますって言ってるのであれば、松山なんとかしてくれと。もう本当に、持ってないからっていうのもあるんですけども、で、仮に、松山再販しても絶対自分は取りません。はい。それぐらいの気持ちを持ってるんですけども、こんなどうでもいい話かもしれないんですけどね。ただやっぱり松山の方はゲームバランスを著しく変化させてますよね、これね。で、これ DCS とか見てても、本当に、でね、DCS のリアルタイムのコメントでもそうですけども、やっぱり松山がどの位置からでもロングシュート、ね、8割の確率で同じ威力で飛んでくるって、あっちの方がゲームバランスを完全にもうね、変化させてるというか、思うんですよ。どんなに形作って点入れた後でも、ね、その後相手のキックオフですぐ松山に渡されて、それがすぐシュート入っちゃう。これは本当に嫌になります。なので、そっちの修正、例えば、いや、ロングシュートあってもいいと思うんですよ。ただ、例えばハーフウェイラインからとかね、もうちょっと制約をつけてほしいとかは思います。あとはその発動率をもうちょっと、下げるとかね。本当に個人的にはもう松山っていうところは非常に、本当このゲームを本当嫌いになってます、そこは。本当嫌になりました。で、関係ないんだけど、松山というキャラクターが今好きじゃなくなっちゃってるっていうね、どうでもいい話なんですけども。もうそれぐらい、インパクト強いと思ってます。はい。ほんと、そこなんとかしてくれって言いたいんですよね。っていうのと、じゃあサリナスのまた話戻っちゃいますけども、サリナスの内容修正するんだったら、なんかロングフィードじゃなくってそこ変えればと思っちゃったりもしました。ね、パンチングキーパーでメイン技キャッチで、パンチで、ロングフィードってそっちの方がもともと設計おかしくないかなってね、思っちゃったりもするんですけども、すいません、ちょっといろいろと話が飛んじゃって申し訳ないんですけども、その中身がどうのこうのじゃないんだよっていうね、ご意見もあると思いますし、やるんだったらっていう話もあるし、一番もう本当に、まずはその上のあり方、やり方、ね、タイミング、と、その後の対応というところはもちろんすごい問題はあると思ってますけども、やったことは決してなんか悪いことじゃないと、ほんと個人的にすいません、思います。ほんとその後の対応が問題ってだけ。やっぱ物事大きくなってからだったら引き消しは大変ですし、まだね、その意見が出ている時にユーザーさんの意見を聞き入れて、もうちょっとこう検討の余地を持つとかっていうところはね、必要かなと思ってます。はい。まあね、人それぞれなんで、これが、はい、原因でまたいろいろとも、すいません、ご意見出たら、非常に申し訳ないと思いますし、近藤さんはじめね、他の方にも、ね、年齢内の方にもね、迷惑かけちゃうかもしれないんですけども、ちょっと自分の思いとして、はい、今回の件はちょっと、触れておきたいなと思った次第でございます。はい、松山なんとかしてくれというところが個人的な思いでございます。というところで、はい、すいません、ちょっとお知らせとも、話がね、飛んでしまって大変申し訳ないんですけども、本日の内容は以上で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録等々よろしくお願いいたします。それではまた。